親しみを感じるようになってきたぜ。スピナディロースらのフォンテーヌ邸での拠点がパレメルモニアみたいに豪華な場所だったら、むしろ合わないって思っちゃいそうだぞ。確かにそうだね。私も同意見。でもパパはね、スピナディロースらが発展していった暁にはポア村長もフォンテーヌ邸に負けないくらいの大都市になれるって、そんなビジョンを描いてたんだよ。大きな野望を持ってたから、目先のことも過去のこともあんまり考えなかったの。だからこそ一般人とは違う特別な資質もいろいろあったんでしょうね。それもまた一部の奴らがカーレスさんを尊敬しつつ恨んだ理由でもあるけどな。よし、あんたたちは先に店に行って待っててくれる？私は中で少し準備をしてくるよ。ついでにあんたたちの部屋を整えてもらうよう手配するね。部屋は前回と同じよ、覚えてる？おう、まあ部屋は多くないしな。ああ、ここが貧乏臭いって言いたいのね。この今すぐあんたの枕に水草をいっぱい仕込んできてやるから。ごめんごめんって、そんなことされたら本当に眠れなくなっちゃうぞ。冗談冗談。じゃあ先に行ってて。寝た？まだ起きてるよね。ううん、ただせっかく素敵な夜だから、このまま終わるなんてもったいないなと思って。そう思わない？ってことで釣りに行かない？道具は揃えてあるからさ。晩ご飯の前に言ってた準備ってこれのことだったんだな。すぐ行くから待っててくれ。邪魔しちゃった。それでこそ私の相棒だね。さ、早く釣りに行きましょう。自動釣り竿を使うのかよ。こんなの釣りって言えるか？え？ダメなの？こういう釣り竿、ポア村長じゃよくあるけど。釣りって、その、こう、精神を集中させて、浮きを見つめながら、針に食いつくタイミングを見計らって、釣り上げる瞬間を楽しむものなんじゃないのか？それも確かに一つの楽しみ方だよね。相棒、あんたはどう思う？でしょでしょ。とにかく魚を釣れたら楽しいんだから、それでいいの。それよりナビア、なんでお前はこんなに元気いっぱいなんだよ。こんな遅い時間、おいらでさえ眠くなってきてるぞ。生まれつきってところかな。それだけか。詳しく説明し始めたらもっと眠くなるかもよ。でもそうね、多分だけどスピナディロースらとママのおかげかも。パパはちっちゃい頃からずっと私に現実離れした期待を寄せてた。パパと同じようになってほしいって。押し付けられれば押し付けられるほど話を聞きたくなくなるんだよね。でもママの方はそうじゃなかった。私に対してママが望んだことは一つだけだったんだって。それはね、私が楽しい日々を過ごしながら大人になれますようにってこと。スピナディロースらのメンバーたちはみんなママの考えを尊重してるから、私がどれだけはしゃいでも甘やかしてくれるの。
想像できる？私が何かやらかすとね、マルシラックとシルバも含めたみんなが2列にずらっと並んで、パパ一人だけが激怒するの。でもみんな黙りこくって何にも言わないでしょ。そしたらだんだん大した問題でもないことにずっと怒ってるパパの度量が小さく見えてくるの。それで最後にはパパも黙るしかなくなるってわけ。そんなこともあったのかよ。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。小さい頃の私はやりたいことなら何でもやれるって思ってた。だって後始末をしてくれる人がいつもついててくれたんだからね。でもある時マルシラックが怪我をして、ついに原因は教えてくれなかった。でも私にはわかる、あれは私のせいだったんだってね。過ちの責任を負う人は必ず存在する。だから周りを大切にすればするほど過ちは犯せなくなるの。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。ごめん、ごめんね。こんな話持ち出すべきじゃなかったよね。今夜は悲しい話をしに来たわけじゃないんだし。とにかくスピナディロースらが今みたいな雰囲気になったのは絶対にパパじゃなくてママのおかげだと思う。これってもしかするとママからの愛を感じるための唯一の方法かもね。私ね、ママの優しさを受け継いでいきたい。だから昼に会ったやつらを見逃してやったのか。そうね、過去の出来事から学んだ教訓ってやつかな。少なくとも独りよがりにはなりたくないの。あれ、見て、浮きが動いてる。でもなんで釣り竿が糸を引いてくれないんだ。多分パーツの不具合じゃないかな。こんな釣り竿を組み立てるのは初めてだったから。逃がさないで、捕まえるのよ、早く。おいらもやるのか。お前、針をつけてなかったのかよ。これ以上時間を無駄にできないぞ。ボスの忍耐にも限界がある。明日になったら即行動だ。あんたは勝手にすりゃいい。自動釣り竿が動かなかったのもパーツが一つ足りなかったせいだったから、そう考えてみるとお互いフェアだったってことになるかも。欠けてたものの数ってことで言えば確かにそうかもしれないけど、もうダメだ。ノエラ、もうこれ以上起きてられないぞ。じゃあさっさと休もっか。今日はうん、また明日。どうだった？昨日はよく眠れた？人手と一緒にダンスパーティーで踊る夢を見たぜ。人手が多くてなかなか楽しかったぞ。お前なかなかユーモアセンスがあるんだな。ほら、面白いって思ってくれる人だっているぞ。さて行こっか。帰りは私が手配するから、船でポア村長まで帰りましょう。アデルもきっとあんたたちに会いたがってるはずよ。お前が用意したプレゼント気に入ってくれるといいな。うん、喜んでくれたら何よりなんだけどね。アデル、ただいま。フォンテーヌ邸であんたにプレゼントを買ってきたよ。わー、
何言ってるの、この子ったら。ナビアお姉ちゃんでしょ。いいのいいの。それとね、プレゼントだけじゃなくてサプライズもあるんだから。ほら、久しぶりだな。あなたたちだったのね、お久しぶり。その節は本当にありがとう。フォンテーヌ全土を救ってくれたって聞いてるわよ。本当に大英雄ね。本当にすごいよ。こんなにすごい人とお友達になれたナビアお姉ちゃんもすごい。この中何が入ってるの？開けてもいい？もちろん。あ、これスピナディロースラの制服だ。私にくれるの？でもサイズが大きすぎて着れないよ。未来のあんたへのプレゼントだよ。この前スピナディロースラに入りたいって言ってたでしょ。そう言ってくれて本当に嬉しかったからさ。でもスピナディロースラはみんなの安全を守らなくちゃいけないから、メンバーはいろんな危ないことに出くわすことになる。あんたはまだ小さいし、あんたのママにも心配はかけられない。だからこないだは大きくなったらまたおいでってことであんたを断ったので、この服はその約束の証よ。そうだったんだ。うん、わかった。ナビアお姉ちゃんありがとう。頑張って早く大きくなるからね。大きくなることは頑張るものじゃないぜ。辛抱強く待つことだ。娘のことを気にかけてくれて本当にありがとう。スピナディロースラがいつも面倒を見てくれているおかげで、私たち親子はかけがえのない人を亡くしてもなおぬくもりと安心感に包まれていられる。遠慮しないでよ。スピナディロースラに所属してるかどうかに関係なく、ポア村長にいる限りはみんな家族なんだからさ。ボス！フローレント、どうしたの？大変です。ロムーフの仲間たちがポア村長の付近に集まってきています。爆弾を持ち運んでいるようで。爆弾？一体何をするつもりなの？かなり前から準備していたものと思われます。昨日ボスからの手紙を受け取って間もなくメンバーと共に調査に取り掛かりました。ですがロムーフたちも情報を得ていたようで、全員がすでに拠点を撤退してしまっていました。後を追ってみたところ、まさかポア村長にたどり着くとは。もしかして昨日フォンテーヌ邸で衝突したせいで警戒させちゃったか？座ってお話ししてくれるつもりなんて相手には1ミリもないみたいだな。こうなると知ってれば全員を出立邸に引き渡してたのに。ごめん、私が甘かったみたい。でも今さらうじうじ反省してたってしょうがないよね。フローレント、そいつらは爆弾をどこに仕掛けたの？ポア村長の東側の丘に、クレメンタイン線の近くです。まさかクレメンタイン線を爆破するつもり？その可能性が高いな。ロムーフの連中はスピナディロースラとパパを憎んでるし、そもそも彼らの仲を引き裂いたのも純粋線だったわけだもんね。クレメンタイン線を爆破なんてしたら無数の瓦礫が丘を転がってポア村長に降ってきちゃう。あいつらおかしいぞ。だってここには一般人だってまだたくさんいるんだろ。ええ、長い時間をかけて復讐の計画を立てていたなら、あいつらも今回のチャンスを見逃すわけにはいかないはず。今すぐ住民を避難させるのよ。岩窟の入り口から離れて転がり落ちてくる岩に引かれないよう気をつけてって周知しないと。船の上に避難させましょう。あそこが一番安全なはずです。相棒、クレメンタイン船を任せていいかな？起爆を許せばポア村長にいる人たちだけじゃなく運転中の純粋船だって巻き込まれちゃう。まずは奴らの強行を止めるのよ。その後でまとめてケリをつけてやる。オイラたちに任せろ。ナビア、お前たちも気をつけろよな。
行こう、フローレンとコルタ。こっちも早速動かなきゃ。コラリーさん、あんたも早くアレルを連れて船へ。ボス、危ない。何をする気だ、コルタ。邪魔な奴がやっといなくなったと思ったら、今度はお前に邪魔されるとはな。まさか、異邦道作戦。コルタ、あんたもロムーフの一味だったわけ。そういうことだったのね。連中の企みをとっくに知ってたからこそ、わざと近頃の状況が芳しくないっていう偽の情報を吹き込んで、こっちの警戒を緩めようとしたんでしょう。ちょっと正しくないところがあるな。奴らと俺の立場は確かに似てるが、ああいう過激なやり方には賛成しない。俺が憎んでるのはナビア、お前一人だからな。こっち、気をつけて。ロムーフは約束してくれた。ナビアさえ始末すりゃポア村長には手を出さないと。だがお前は始終あの邪魔者と一緒にいて、手を出すチャンスは訪れなかった。そんで見ての通り、ロムーフは待ちきれなくなったのさ。もともとは俺だってここにいる必要はなかったんだけどな。たとえこのクソったれの土地に埋もれる羽目になっても、俺はこの手でお前を殺したいんだ。なぜ？なぜかって、何にも知っちゃいないから、そんなアホな質問ができるわけだ。お前は昔のスピナデロースらがどれだけ輝いていたか知らない。ポア村長が最も栄えていたあの時期を経験したこともない。だが俺は違う。俺はこの目で見ていた。それなのに全てが消えていくのを黙って見ていることしかできなかった。全部貴様のせいだ、ナビア。クレメンタインさんはお前のせいで死んだ。カーレスさんが死んだのもお前のせいだ。マルシラックとシルバもお前のせいで死んだんだ。それ以外にもあれだけの人間がお前のせいで死んだ。つまり何も知らないというふうに振る舞っていたのも、初めから私たちを騙すためだったわけだ。ああ、要塞から出た時点でマルシラックの奴が死んだってことは知ってたさ。お前らにこの気持ちがわかるか。あのクソみたいな水の下で俺は真剣に考えてたんだぜ。水の上に出れたら、まずはマルシラックに謝りに行こうってな。昔純粋戦のことで大喧嘩したからな。あいつの脳みそには忠義しか詰まってなくて、自分の思考能力ってやつを全く備えてねって俺は思ってたんだ。あれからあっという間に時は過ぎ、理解してやれるかもしれないと思ったところだったのに、スピナディロースらの栄光の時期を一緒に思い出せそうだと思った矢先に、あいつまでがお前のせいで死んだんだ。またお前だ、ナビア。俺はかつて誰よりもスピナディロースラとポア村長を愛しく思ってた。だが今の俺の目に映るのは惨めな光景ばかりだ。美しいものは何もかもお前に滅ぼされちまった。ボス、こいつの話を聞く必要はありません。こんなものはデタラメ以外の何でもない。なあ、こういうふうに考えたことはあるか。周りの連中は実はさほどお前を気に入ってるわけじゃないってさ。こう考えたことは、お前が尊重してもらえたのはただ単にお前がカーレスとクレメンタインの子供だからであって、お前自身は何者でもないんだと。さらにこういうことを考えたことはあるか。ここの住民がポア村長に残ってるのはお前を思ってのことじゃない。ただ昔の思い出を手放したくなかっただけだってな。だって罰が下された時、みんなは身を挺して代償を支払おうとしてくれるんだもん。うん、思い返すとみんな本当に優しい人たちだったんだなって思うよ。本当に
本当にただ優しいだけだった。勝手なこと言わないで。私はナビアお姉ちゃんのことが好き。お母さんだってそうだよ。うまく言葉にできないけど、好きなものは好きなんだから。マルシラックさんが生きていればきっと君に心から失望していただろう。スピナディ・ロースらの歴史上で起こったあまたの不幸を全てボス一人のせいにするなんて。どけフローレント、お前には手を出したくない。引くつもりはない。構わず手を出すがいい。ボス、危険な状況です。もう迷っている暇はありませんよ。あんたの目から見たら今言ってたことが現実なのかもしれない。でも私はみんなからもらった愛はどれも真実だと思ってる。みんなからの愛はどれも確実に私を助けてくれたから。だから私はこの事実を信じるよ。そんでスピナディ・ロースらが私の心の中でどれだけ大きい存在なのかあんたに思い知らせてあげる。避けられる？これって散弾銃？ほっ、いや、ほっと。避けられる？ローズクラッカー！スピナディロースの特注弾よ。あと何発でしょう？と、いや、はっと。撃ち続けて。うんうん、いい感じ。やっほー。フローレント、こっちは任せたよ。一刻も早く他のメンバーたちを集めて町のみんなを避難させて、それからこっそり紛れ込んだコルターの仲間がいたら速やかに制圧するの。一般人に害を及ぼす隙を与えないで。私は危険に立ち向かってる相棒を見捨てるわけにはいかない。かしこまりました、ボス。今すぐに。ナビア、本当に大丈夫かい？わからない。でも行かなくちゃ。なんとしてもクレメンタイン戦を守らないとな。早く行こうぜ。アクアロードを爆破したいんなら奴らはきっと柱の近くに爆弾を仕掛けてるはずだ。世界の熱狂の渦、僕をたたえ。神里流消滅。鍵はやっぱりさっき倒した奴らが持ってたのか。そ
そういうことなら手分けして探そうぜ。時間がやばいぞ。これでもう大丈夫なはずだよな。これでナビアたちもきっと多少は楽になったはずだぜ。確かに他にも爆弾が仕掛けられてたらまずいもんな。行こうぜ。ティエリーから聞いたが、今は敵対関係にあるとはいえ、昔はスピナディロースらの仲間だったそうだな。この件について直接協議して解決する気はあるか？あいつらと交わす言葉なんてないよ。恨みや怒りがあるからって人々の安全を完全に無視するような連中がまともに会話できる思考回路を持ってるとは思えないもん。法律にのっとって相応の措置を取って、スピナディロースらからは何のコメントもないから。分かった。この度のご協力に感謝する。おかげで甚大な被害が出ずに済んだ。さあ撤収だ。奴らを全員連行しろ。やったな、ナビア。オイラたち守り通せたんだ。お前本当にすごかったぜ。そうね、本当間に合ってよかった。元素力を使いすぎたせいかも。私は平気だから気にしないで。普段ならこういう風に褒めたら絶対にドヤ顔で返してくるはずだろ。いつものナビアと違ってなんか変な感じだぞ。ボス、ポアソン町に潜伏していた者たちも全て捕らえました。出立艇に連れて行ってもらいます。今回ロムーフたちが総力を挙げてことに当たっていたおかげで一網打尽にすることができました。これからは頭を悩ませる必要はなくなるでしょう。そっか、そこは良かったね。コルタ、あんたの考え理解できないわけじゃない。失われたものは取り戻せないからこそより大切に見えるものよ。私はカーレスじゃないし、これからもカーレスになるつもりもない。
あんたが愛するスピナディロースらとポア村長はもう二度と戻ってこないの。それでも私は考えを変えたりしない。これは最初からやり直すチャンスでもあるから。今後スピナディロースらは稼いだモラをポア村長の整備にもっとつぎ込むし、私も純粋線の路線を変える方向で動いてみるつもり。いつかポア村長のみんなも純粋線の恩恵を受けられるようにね。言いたいことはわかる。カーレスさんなら決してこんな風に話はしなかっただろうな。だがどうにもならないことがありすぎる。お前も俺もだ。あんたはもうスピナディロースらの一員じゃなくなったけど、あんたが再び自由を手にした日にもう一度ポア村長に帰ってくる気になったら、こっちは歓迎するよ。ありがとうナビア。ボスはやはりお優しいですね。運には恵まれないけどね。ありがとう、クレメンタイン戦を守ってくれて。正直言うと私怖かったの。カーレス戦をいつ復活させられるかもわからないのに、この上クレメンタイン戦まで壊されちゃったらもうどう向き合えばいいかわからない。名前はある種の刻印なの。毎日見えるクレメンタイン戦を失えばきっとまたママを失った気分になる。でも今もクレメンタイン戦はちゃんとあそこにある。なあ、一体どうしちゃったんだよ。疲れてるっていうよりなんか落ち込んでるように見えるぞ。ボスには少し時間が必要ですね。うん、ありがとね。ちょっと手を貸してくれる？なんだか力が抜けちゃった。旅人、聞きたいことがあるの。絶対本当の気持ちを答えてほしい。あんたは本心から私を相棒だと思ってくれてる？もちろん。そっか、よかった。そう言ってもらえて本当にホッとしたよ。調子はどうだ？休んでちょっとは元気になったか？うん、ちょっとはマシになった。でも多分あと1日か2日くらいは欲しいかも。ごめんね相棒、さっきは変な話をしちゃったけど気にしないでね。今までは私もそう思ってたよ。でも私って多分自分が思うほど強くないのかも。コルターがパパとママ、それからマルシラックとシルバのことに触れたでしょ。まさにあの人たちのおかげで私は今まで生き抜いてきたんだ。あの人たちは後悔してないのかな。私がこうして生きてることで一体誰が幸せになれたんだろう。そんなこと考えるなよナビア。お前は十分よくやってるぞ。他のやつのことなんか知らないけど、オイラもこいつも永遠にお前の味方だからな。こうなったらもうこれ以上隠しておくわけにはいきませんね。ボス、私も黙っていたことがあります。皆さんどうぞついてきてください。準備が整っている頃でしょう。私もうこれ以上の真相には耐えられそうにないよ。どうかご安心を。きっと嬉しいサプライズになると私が保証しますよ。
みんな揃ってどうしたの？これ何？町の皆さんがボスのために用意したプレゼントですから、ちゃんと完成してからサプライズでお送りするつもりだったのですが、状況が状況ですし、ボスがこんなに落ち込んでいる姿は見たことがありませんからね。先にプレゼントのデザイン図だけをお持ちしました。私そんな目で見てわかるほどヤバかった？準備はいいですか？布をめくりますよ。うん。これってパパとママ、それに私も。クレメンタインさんの姿は昔の写真や皆さんの印象を参考に描かれたものです。これってまさか前に言ってたあの彫像のやつじゃないか？ご明察。実は彫像のデザイン案はとっくに決まっていて、すでに制作していただいているところだったのです。ボスに悟られないようポーズ決定についてご相談した次第です。カーレスさんとクレメンタインさんだけじゃダメだろう。まだ若いのにロシのことといい、ポア村長再建のことといい、ボスの努力をわしらは全部分かっとるからな。彫像を建てるにふさわしいと思います。昔のことは知らないけど、今のスピナディロースらがいいとこだってことは私にもわかるよ。ナビアが言ってくれれば私たちも安心できるわ。皆さんがここに集まってくれたのはボスに伝えたいことがあるからです。私たちは過去の繁栄に夢を見たからではなく、ボスを信じているからこそここに残ったのですよ。オイラとこいつもそうだぞ。あんたたち本当にありがとう。みんなの好意無下にするわけにはいかないね。本当とんでもないサプライズだよ。夢にも見なかった、ママの隣に立てる日が来るなんて。私の考えすぎだったみたいね。こうなったら一刻も早く立ち直って、より頼りになる存在にならなくちゃ。思い返せば今日は恥ずかしいとこばっかり見せちゃったね。他の人は当たり前に持ってるものなのに、自分はどうしても手に入れられないものって誰にでもあるでしょ。私にとっては家族が全員揃った記念写真がそういうものだったんだ。小さい頃からずっと憧れてた。それをまさかこんな形で叶えてもらえるなんて。私もたまにはついてることもあるみたい。思い返せば今日は昔から思ってた。私が楽しく生きられるようにってママは願ってたけど、実際それはそれでかなり大きい期待なんじゃないかなって。もしかしたらパパのよりも答えるのが難しいかもってね。表に出てた性格は全然違うように見えて、二人は心の底からお互いを認め合ってたんだと思う。純粋線はフォンテーヌ全体に利益をもたらす大掛かりなプロジェクトだから、家族の目線から考えたり評価したりはしづらかったんだろうなって。だからママはパパを止めなかったのかもね。思い返せば今日。ちょっとちょっと、なんで急に私の真似なんかするわけ？ダメダメ、それ以上言わないで。
本気で恥ずかしいんだから。さっさと忘れて、今すぐ忘れなさい。あ、いや、でも完全に忘れられたらちょっと困るかも。とにかく心の奥底にしまって、もう二度と掘り返さないでちょうだい。Thank you.